どうもじゃ、どうです。今回はね、スペシャル企画、写真家の石川隆一くんとですね、お話をさせてもらいます。はい、今ね、渋谷のサイギャラリーという場所で石川隆一くんのね、最新個展命の内側、こちらがですね、展示中です。このね、作品をぜひともですね、皆さんに見ていただきたいというふうに思って、今回ね、この会期中、この展示がね、4月の18日までなんですね。なのでそれまでに隆一くんとのお話をですね、動画にまとめてお届けしたいということでですね、頑張って作りました。はい、ようやくね、お披露目できるわけですけども、このね、展示、まさにね、渋谷で展示されてるわけですけども、同時タイミングで写真集っていうか、ポートフォリオセット、はい、こちらがね、赤赤社から出版されるそうです。これがね、もうとんでもないんですよ。隆一くんはですね、この数年間かけて、登山家の服部さんという方にですね、付き添って、山に入って、で山でね、なんていうの、サバイバル生活っていう感じで、いろんな野生動物をね、狩猟したりとか捕まえて、でそのね、さばいて肉として食べるっていうことをですね、やってきたわけですね。でその過程を写真に撮るっていうことをやってきた、決してね、なんかそれを撮るためにやったっていうことではなくて、山に入ってみてどんなことを感じて、でそこでね、自然とカメラを向けるようになった、そういったものがほふった、動物たちの、内臓ですね、お腹から出てきた内臓、それをね、撮るっていうことをやったんですね。そういったちょっとね、イメージとしてはセンセーショナルというか、刺激は強いんですけれども、僕はね、やっぱ写真っていうのは単純にそれを見たくて見てるわけではないっていうことをすごく感じるんですよね。なので隆一くんはおそらく内臓が見たくて撮ってるわけじゃない、でこれは内臓を撮ってるわけでもないんじゃないかなっていうことをね、思ったわけですね。なのでちょっとその辺もね、踏まえてお話を聞いていきたいというふうに思います。それでは行ってみましょう。久しぶりじゃないですか。そこはあそこだ、ギャラリーだ、ギャラリーのスペース。あ、そうです、そうですね。え、はい、場所はどこにあるんですか。ね、宜野湾です。あ、宜野湾にあるんだ。はい、沖縄とアムステルダムでつながってますね。やばいね。いや、もうね、久しぶりじゃないですか。もう久しぶりですね。ねえ、だもう3年近く経ったのかな、2018年の夏に沖縄行って、それでっていうね。そうですよね。いやいや、お疲れ様です。いやいや、なんかこういう形で話ができるっていうところで楽しみにしてました。そうですね、ありがとうございます。お願いします。今回の作品展示されてるのを知って、で結構やっぱみんなツイッターとかで上げるから、うん、それでやっぱり自然と見るようになったんだけど、はい、いや すごいのまたやってきたなと思ってびっくりしましたよ。ね、野生の内臓陳列ショーみたいな感じで、いや本当なんかこんなもん見たことないよっていうのを出してくれたなっていう感じで、なんか僕たちはなんかいつもなんか見たことない写真が見たいですとか言ってるんだけど、いやまさにそういうのを出してきたなっていうところでびっくりしました。ね、いや僕もね、やっぱ初め見た時は驚きましたからね、内臓。それそのまんま多分見た人になんか伝わったらいいなとも思ったし、うん、いやそうそう、いやなんかね、結構当たり前のものなのに、やっぱ驚きますよね。当たり前のはずなのになと思って。いや当たり前のはずだっていうところなんだけど、でも隆一くんは隆一くんでやっぱ段階踏んでこれを撮ってったっていうところあるわけじゃないですか。はい、あった。やっぱね、初めはちょっと怖い感じもあったし、うん、そうですよ、怖い感じ、なんかいいのかなっていう、これ見ていいものなのかとか、触るべきなのか触っていいのかとか、そういうちょっと戸惑いみたいなのはやっぱありました。なるほど。僕の感想を伝えてもいいですか。はい、お願いします。いや、そもそもね、今回のこの話をさせてもらうっていう前に、いきなり隆一くんからメッセンジャーで送られてきたわけじゃないですか。こんなの作ったけど今離れてるから見てっていうところで送ってもらって、でまあやっぱ送られたからにはやっぱなんかフィードバック返さなきゃと思って、まあしっかりね見るわけじゃないですか。すげえ写真だなと思いながら、そういったところのフィードバックを返させてもらって、でそれはやっぱなんか2人だけのやり取りだけでもなんかもったいないから、ツイートもさせてもらって、それを赤赤社の姫田さんとかも見てくれたのかなっていうところで、ぜひ2人の対談もっていうところでこの場も作ってもらってっていうところで、今日ねこういう風な場をいただいたわけですけど、なんかなんていうかな、まあ、僕がなんか感想を伝えるっていうだけでもなくて、やっぱなんかこの話し合いの中でなんか気づけたらいいなってことも思いつつなんですけど、今回の写真はなんかお前になんか分かってたまるかみたいなことをね
なんか写真から言われた気がしたのよ最初に。だそれがすごく何を考え感じられるのかっていうことを考えたいなっていうふうに思わされたし、うん、でもなんか自然を相手にした写真っていうのはなんかもうなんていうのかな、感じることはできるかもしれないけど完全にその写真を理解するってことはやっぱできないと思っていて、なんかその写真をなんか分かるとか俺も分かるよみたいなことってなんか簡単には言えないみたいな、そういう写真をね今回見せてもらったなっていう風な、なんかその自然を撮った写真が分かるってことはつまりそのなんかもう万物が分かるよっていうぐらいのことだから、そんなの嘘じゃんっていう風にやっぱ思うわけだよね。だからすごくそういう意味でも写真らしい写真をなんかすごい見せてもらったなっていうところで、何なんだこれはっていうところからいろいろと考えていった感じなんですけど、ね、そうなんでこんな内臓にたどり着いたわけなんですか今回。なんかそのきっかけ、まあ、いろんなところで話はされてると思うんですけど、うん、なんかどういうとこからこの写真って撮り始めたんですか。いやそう、それがだからもう訳がわからないまま自然の中に入っていったんですよね、服部さんについていくっていう。本当に訳がわからない感じで始まって、でその中で何か自分は何を見てるのかみたいなことを結構考えさせられたんですよ、やっぱり自然の中で。初めはなんか木を見ても全部同じにしか見えないし、はいはいはい、なんかどこ見ても同じ風景、うんうんうん、なんかその捉え方がわからないっていうか、目の前のもの、目に映ってるもの、そういう中で本当に体験としてその山にいるっていうことがあったんですよ、うんうんうん、でそう体験として山にいて、服部さんのやり方っていうか考えの中で山を歩いて、そこでご飯を食べて眠って、また歩いてまたご飯を食べるみたいな、それを続けてるうちにまあ、少しずつやっぱ景色っていうのが見えてくるようになって、でその中に動物もいて、まあ、ご飯を食べてるっていうこととかがあって、ね、だから初めはねなんか、まあ、魚だったんですよね多分。で服部さんが釣ったのを、うん、なんか一緒にさばいて、それの繰り返しで、まあ、少しずつなんか魚が見えるようになってきて、服部さんに教えてもらって僕もなんか釣りをしたりして、でそういうなんか少しずつそれをなんか体験していったっていう。そもそもその服部さんはなんか冒険家みたいな感じの人なんだっけ。まあそうですね、登山家で。登山家か。そんなにたくさん話すわけではないけど、夜ご飯を食べた後に少し話を聞いたりするとやっぱなんか面白いんですよね話が。そういうのが無意識のうちになんか自分の中にも溜まっていって一緒にまあ過ごしてたって感じなんですけど。もともとやっぱ今回いきなりこの作品がポンとできたわけじゃなくて、前からやってたキャンプっていうシリーズがあって山に入っていくっていうことをその服部さんと一緒に続けてきたわけですよね、うん、それの今延長線というか最新的な形でのものとして命の内側っていう形で出たと、うんうん、でやっぱその流れはあるわけですよね、うん、そのアプローチというか出し方がなんか龍一君の場合すごい変にカッコつけるわけでもなくフィルターをかけるわけでもないから、ちゃんと自分が戸惑ったこととか感じたことをそのまま都度出してくれてるなっていうのをすごく感じるんですよ。だからキャンプを僕最初に見たのが、あそこどこだっけ、東京でなんか美術館で展示しましたよね。横浜館、美術館だと横浜、あざみの、そうですね、あそこでキャンプ見せてもらって、うん、でその時の写真を今振り返ると、なんかあの時っていうのは何かとなんかまだ出会う前みたいなその予兆感みたいなのをすごく感じたんですよ、うん、だから多分写真家ってやっぱなんかずっと撮っていく中でどんどん変わっていくところがあるから、うん、今この作品を受け止めるのはなんかタイミングがここじゃないなっていうことを感じてたんですけど、うん、それがなんか徐々に今回そういうものが出会ってきたものっていうのがなんか見えてくる感じが今回感じたんですよね、うん、でなんか僕はなんか山本格的に入るとかは全然経験ないから、なんか本当に山の話っていうのは全然できないんですけど、でもそこにおいては一応昆虫採集やってきたので、だからその木がわからないとかすごくわかるんですよね。
だ最初にあの、ね、普通に意識してみたら全部木同じように見えるし、確かにちょっと違うんだけど、なんか図鑑見ても全然よくわかんないしピンとこないんだよね。だ そこにおいてはその現場で誰かが教えてもらうっていうことのすごく貴重さっていうのはあるなっていうのを感じて、だ僕はね、あの虫捕りはあの虫捕り仲間を、ね、作ったことがないので、そういうのをずっと東京で一人で撮ってきたわけですよ。そうするともう本当に何にもわかんないわけね。だ最初の 3,4 年はもう完全に坊主、どこに虫がいるかわからないから、でもなぜか偶然見つけて、そこから徐々になんかつながっていくっていうところがあるから、だからなんかそういうなんか自分のこととしてなんか受け止めた感じとしては、なんかそういう風な時間を経てなんか出会っていったっていうのがなんか今回あの見えてきたのかなっていうのをすごく感じたんですよ。あの小菅さん、そう虫取るからそういうのめっちゃわかるだろうなと思っているんですけど、小菅さんがその虫を探すっていう目的があって、なんかその入っていく感じと、多分僕が本当に何もないまんま、なんかここになんか投げ込まれたっつってなぜかここにいるっていう感じとの、なんか 何から見ればいい、何を探せばいいのかもわからないっていう感じは結構ね違うのかもしれないなとも思いますよね。なんか不安しかなかったっすけどね、初めは。何を見ればいいかわからないし、そもそもなんで山に入ろうと思ったんでしたっけ。14年に言われたのかな、声かけてもらったのかな、金沢のギャラリースラント日村さん、そう日村さんが展示に来て、なんか、まあ、一緒に面白いことやろうっつって、今までやったことないようなことやろうよって言われて、まあ、まさかなんか山に入るっていうこと言われると思ってなかったんだけど、そうね、まあ僕ね、小菅さんほどやっぱ虫が好きかって言われたら、でも小菅さんほど好きじゃないから、まあでも昔からなんかその仲いい友達とかとあのクワガタを捕まえてなんか育ててるっていう話をお互いにしたりするぐらいの感じで、そうだからさ、2018年、俺初めて沖縄行ったのがあの時 で、うん、でその時に虫取りに行くためにやんばるの方に向かって、そっちの方を泊まってたら、それね、龍一君とやり取りして夜中に電話やり取りしたらさ、じゃ今から行きますみたいに来るからマジかよと思って、2、3時間かかるよね、あれバイクで。そう、ね、わざわざ来てくれて、で一緒にクワガタを探したわけですよ。でも俺も本当に最初の初めて沖縄でっていうところだったから、でそもそもびっくりしたのが、木がないっていうか、本土の方にある木にはクワガタつかないっていうか、その木がないから、クルミとか、ね、だから全く違うと生息が。それも行ってみて初めて気づいたから、もう全然どこ見ればいいか全然分かんなくて、で、ね、最終的に2日かけて一緒にね行って龍一君見つけたんだよね、やぶん中でね。オスのさ、平田を見つけて、あ、ノコギリクワガタか、これ見つけてね。だ面白いやつだなと思って見てたんだけど、いやでもそういうのもなんかその山に入るっていう感覚とか、その辺もなんかつながっていく行為でもあったってことなのかな、今振り返ると、ね、なんかね、僕本当になんかね意識してなかったっていうかね、本当展示会始まってから思い出したことなんですけど、もちろん記憶の中にあったけど、そんなになんか意識してなかったことがあって、僕のねおばあちゃんが小さい頃ね鮮魚精肉屋さんをやってたんですよ。はい、なんかね人が入れるぐらいの大きい冷凍庫とかがあって、丸々は入ってなかったけどね、半身とかはねその冷凍庫に吊るされてたりした。僕が本当に保育園とか幼稚園とかぐらいの頃までだったから、きりは覚えてないけど、なんかちょっと記憶があるんですよね。でもそれを最近本当思い出して、まあ、そういうことがあったから、なんかまあすんなりではないけど、なんか興味が湧いたのかなっていうか、あの意識が引っ張られたのかなっていうのはちょっと思いましたね。なんか昨日あの、まあ、今日に備えていろいろとまた送ってもらった PDF ずっともううなりながら見返してたわけですよ。半日ぐらいかけてね見てたんだけど、もう、まあ、夕方5時になるともう夕飯作るから、あの夕飯作るんで台所行ったわけで、で俺生肉担当だから肉ね切るわけだけど、昨日赤身のさ牛をさばいててさ、中華にするために細切りにしてさやってたんだけど、なんかそれやってる時の方がなんかピンとくるというか、なんか近い感覚な、なんか写真を眺めてるだけではな
か感じられないこととか、まあ、なんか違うことやってた時の方がいろいろ感じるってこともあるんだけど、うん、なんかそんなことを感じたんですよ、うん、でそれで思ったのは、写真って撮られる現場においてはその対象に触れるとか、それこそ今回だと龍一くんの場合だとその動物のに実際触れてみるっていうこともやったわけじゃないですか。で撮る上でなんか触れてみたりとか、でもその感覚、触り心地は写真を見る人には伝わらないわけですよね、うん、で音もないし、それこそ動物が殺されたほふられた瞬間の銃声とか、あるいは火薬の匂いも嗅げるわけでもないし、なんかそういったなんか現場の近くがやっぱそぎ落とされちゃうのがすごい写真でもあるなっていうのを思うわけですよ、うん、そうですなんかさっきのそのこの写真を見せられてお前に分かってたまるかっていうふうに言われたような感じっていうのはそういうのもあって、うん、そういうなんか現場のリアルないろんな近くが全部そぎ落とされたイメージでボンと置かれるっていうこと、だからそれが面白みでもあると思って僕は写真が好きなんですけど、うんうん、そこでなんか分かったつもりになっちゃいけないなっていうことを教えてもらったのっていつも僕の場合は写真家たちであって、うん、やっぱ雑誌の編集やってきた中でいろんな写真家に会ってきたわけですけど、うん、なんか僕はやっぱり結構自分でこれはこうかもって考えるの好きだから、うん、そういうのを全部ぶつけるわけね、うん、でも大半は全然違うわけじゃないですか、ね、いや全然そういうことじゃないんだけどみたいなさ、その返ってきたフィードバック、あつまりなんか写真を見て感じることっていうのは撮ってる人たちとは全然違うことなんだなっていうことを思ったわけですよ、うん、だそれがなんか簡単に分からない、分かったつもりになれないなっていうことを思ったことでもあったんだけど、でもなんかそれも面白さでもある、うん、現場の近くがそぎ落とされちゃうからこそ撮ってる人とはまた違う感じを見る人は感じることができるなっていうのはすごいあると思うんですよね、うん、それぐらいなんか撮る立場とそれを見させられた立場のなんか圧倒的な経験の差っていうのがやっぱ写真においてはある気がしていて、うん、だ今回の写真はそういう意味ではすごくそのこっち側とそっち側のギャップをすごく感じたわけね、まず、だここはなんか分かったつもりはなっちゃうと面白くないなっていうのは思ったわけですよ。それどうなんですかね、その距離はなんかねあるとは思うんですけど、その撮る側と見てる側の距離、まあどうしてもある、なんかただ距離をできるだけなんか僕としては感じさせたくなかったんですよ今回でもこれは感じちゃうでしょだってこれ何なんだって思っちゃうじゃんみんないきなりボンって写真で見せられるとさ、うんね、それは多分ねそのものと自分との距離であって撮影した僕との距離ではない気がするんですよ。お今回のその YouTube の内側の中ではドキュメント性っていうか、そのなんていうかな、報道みたいな、なんていうんですか、そのドキュメンタリー、うん、ジャーナリズム、ジャーナリズムみたいなことはできるだけ撮りたかったんですよ。だからこういうものになってて、ってことは客観性というよりは主観の方ってこと？まあ主観といえば主観、そのっていうよりも出来事を説明する部分は撮りたかった、その写ってるものと向き合いたいなっていうふうに僕は思ってて、そうすれば対象とその見る人との距離っていうのもなんか同じように撮れないかなって、要するになんかその 見たものそのものをできるだけ伝えたいって思ったんです。でもそれはさ、視覚的な情報としては多分伝えられてる気がするんだけど、うん、でもなんかそのさ一枚が撮れるまでの過程を見る人はないわけじゃん、うん、もうなんかパッと見せられちゃう、もう本当に気軽に見ることができてしまうっていうなんか差はすごいあるなっていうのを感じるんですよね。それはもうどうしてもやっぱありますよね。ね、うん、だそのもどかしさは絶対あるとは思うんだけど、ね、だから写真撮ってる人ほど もどかしくてしょうがないだろうなっていつも思うわけだよね。やっぱ自分の何も見てきた過程が全部すっ飛ばされた結果のイメージがボンっていうところだから、うん、でもそれが面白みだと思うんだけど、うん、だから そういう意味ではなんか多分龍一くんが現場で感じてここに至り この写真に至った過程が多分見る人にとってはないから、うん、感じ取り方は多分全く違うような感じで伝わるのかなっていうのはね思うんですよね。最初見せてもらって感じたこととしては、そのレイアウトを見せてもらって途中でまな板が出てくると、まな板の上に内臓が乗ってるっていう、野生動物の内臓が乗ってるっていうのが出てきたから、あじゃあその前の雪とかに乗ってるっていうのも、まあ、自然のまな板に乗せられたっていう形 でそれをじゃあどういうふうに受け止めるかっていう時に、僕はスティールライフっていうふうな概念として
捉えたわけですよ。あの西洋海外におけるスティールライフのやり方でもあるかなっていうところで感じられた。だからそういう意味ではこれは内臓がすごく並んでいてものすごくイメージとして強いもので、なんか見ちゃいけないものを見ちゃった気がするけど、実は僕らが普段台所で使う食材と似たような形、まあ、同じようなものだよね。食材としての部分で、食材が何だったかっていうと、もともとはこの動物たちっていうところで、その現場でそれをダイレクトに龍一くんが見たものを見せてもらっているっていう風なところを感じたんですよね、うん、でもそこでなんか龍一くんが意地悪なところは、その腹の中に収まってる形のものを見せるからそれがまた生々しいわけじゃないですか。ね、入ってる順番にこうやって入って、ね、くっついてるのが見えるからうわーってくるんだけど、でも実はそのパーツにしていくとそういう風に食べてるものでもあるなっていうのは感じたんですよね。でもそこでじゃあ考えてた時に、僕は龍一くんがどういう風にその現場で考えてたのかなっていうことを考えてたんですけど、その目の前にこういうものが突き出された時に、なんかそれをなんか受け止めるために雪の上に置いて、それをちゃんと内臓も並べて置いて、それを取るっていう行為において観察するっていう風な、なんかそこで眺めて自分の中で受け止めるじゃないけど、何かそこで取るという行為を挟むっていうことは、自分の中でこれを知ろうでもないんだけど、何かと感じたいっていうことをやってるなっていうのをすごく感じたわけですよ。じゃあそれはなんか葬式っていうものがもともともがりだったっていう形のように、なんか死体が腐って骨になっていく過程を眺めて死を受け止めるっていうふうなことにも近い行為として撮影行為がなんかあるなっていうのを感じたんですよね、うん、そうですね、まあ、それは確かにもうつながってることですね。そのだから食べるっていうことがどういうことなのかっていうことのやっぱ間にあるっていうか、その内臓の形っていうか、そのこういうふうに体の中に入ってるっていうこと、動物をさばいて内臓を出して、まあ、料理していくっていうことだから、食べることにおいてのその過程っていうかの中の一つで、その亡くなったものを、死んだものが、ね、腐っていって骨になるとかっていう過程ですよね。その生きるっていう、食べるっていうことの。今回の赤赤から出る本っていうのは展示では全部出てないものなんですかね、はい、うん、展示は何点ぐらいなんですか。展示はね40、あ、結構でも出てるんだ。 6ぐらいかな。じゃあほぼほぼ出てるんじゃないですか。うん、そうそう、ほぼほぼ出てるんですよ。そうなんだ。で、本の並びとしてはあれは時系列になってるのかな。いえ、違います。あ、バラバラなんだ。バラバラです。あ、そうなんだ、うん、なるほど。もう素直に俺はその並び順に見てったんですけど、はい、そしたらそれもなんかすごく龍一くんっぽいなっていう感じを感じて、最初にまず山っていうところで入っていくと、でそこで野生動物と出会っていくと、で こいつら何だったっていう、普段出会わないようなものたち でそこで熊の、ね、爪痕があって、ね、白骨化した鹿の死体があって、でそういったところからつながってて、で道路で引かれたキジの首が出てきたんでね、でそこからだんだんと山で見つけた死骸になってて、でいつの間にか内臓になってて、で最後はそれと料理になって、ね、まな板の上での調理になって食べていくっていう料理バグみたいになっていくわけだけど、だからね、その食べ物、野生動物の体内臓も食べ物ですっていうのももちろん結論としてあるんだけど、その過程がちゃんとそれ見れるから、そこがなんかすごくいいなと思って、なんか終わった後に全部きれいに並べたっていうよりは、なんかちゃんと自分で戸惑いとかいろんな感じたことがちゃんとなんかその流れに入ってるなっていうのを感じたんですよ。だそういう意味ではその龍一くんの 目から見た感じっていうのが、なんて、時間軸でもないけど、なんかちゃんとその本の中で確かめられるようなものになってるなということを感じたんですよね。何このまま。やっぱりなんか全部つながってるなっていうのが、やっぱその見れば見るほどそういう風に感じたんですよね。石も木もなんか内臓も同じように見えてきて、だからなんかその写真集の構成も展示の構成もそういう風にちょっとしてて、その僕が山に入って動物と出会ってそれをさばいて食べるっていうことを一つ大きな流れとしてあるんですけど、初めはその内臓っていう雰囲気しか見えなかったんですよ。内臓って分かってるんだけどそれ以上に見えない、森を見てなんか木の種類が分からないっていうことみたいに、
動物のお腹から出てきたものが内臓って分かっててもそれが何なのか漠然としか見えてなくて、それをやっぱり何か分からないけど何か見ようと思ったんですよ、ね、はい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 。だからああいう風に置いて、でも初めはね本当に何も見えてなくて、それこそ、作品の中に入ってる、心臓がない鹿の内臓っていうプリントあの写真があるんだけど、あれが初めて多分撮ったその四つ足の動物の内臓で、で服部さんが鹿のお腹から取り出してポンってまあ僕に渡してた時に心臓がついてないことすら分からなかったんですよ、うん、そうだから全然見えてなくて、これが内臓だって思って見てるんですよ、でも心臓がないこと気づいてないっていう。でそれを繰り返していくとこの部分が見えてくるっていうか、心臓だな、これが肺だな、これが肝臓だな、腸がこういう風になってんな、でそういうのを続けていくと今度なんかやっぱ草食動物の胃袋って大きいんだなとか、雑食系はちっちゃいんだなとか、そういう違いが見えてくるっていう、動物の性質の違いが見えてくるのと同じように、他のその植物とか石とかとの共通するものっていうのもなんか見えてくる。まあ本も展示もなんかそういうふうなことをちょっと意識して構成してて、出会って食べるっていうこととその中で自然とその動物がつながってるっていうこととかが自分の中でなんか結構大切なことで、自然を食べてるっていうか自分たちは、でそこでその中で生かされてるし生きてるし、本の中で最後に持ってきた写真っていうのが選ぶ海蛇の卵、それはやっぱ沖縄でしか手に入らないっていうか、でそれももともとその食べられてるものじゃなくて捨てられるようなものなんですよね。沖縄でフレンチやってるそのシェフがその命を無駄にしないようにできないかっていうことでなんかアレンジっていうか試行錯誤してるっていう食べ物なんですけど、その食べることとかって、食べるってそういう身近なものを身近な環境で自分が生きていくっていうか、自分とその世界とのつながりだから、選ぶ海蛇の卵ももともと食べられてなかったもんっていうか、内臓もやっぱ漁師の人たちの中では結構捨てる人も多い、でやっぱ基本肉をみんな食べるから、でそのことに驚いたっていうこともやっぱあった、でそれで取り始めたっていう感じも自分の中であって、何かを見るってやっぱそういうところがあるじゃないですか、まあ、この僕が山に入ったこともそうだし、その見えないものをやっぱり見ようとするとか理解しようとするっていうことがなんか僕にとっては大切なことだし、全部の流れが結構ねそういう個人的なもうなんかそういう趣味っていうか性癖みたいなもんなんですけど性癖なんだなんかわからないものをこれをなんか見てみようとか、なんかこれは何なのかなっていうのがやっぱね、いろんなところになんかそのこの命の内側は結構もうそれの連続で、でなんかそれこそ展示見た人の感想で誰がつぶやいてたのかな、なんかツイッターで読んだんだけど、なんか展示されてるこの龍一くんの今回の写真をなんか若い人たちが見てたと、でこれは何なんだろうみたいな議論をしてたと動物の内臓なんだけど、いやだからこの2人はなんかそれをなんかどう捉えていいかわからないみたいな、でそういう戸惑いを話してたと。でもそれってある種その龍一くんが最初その現場で感じたことと全く同じことでもあって、うん、この目の前に内臓なんだけど、でもそれをなんていうのラベリングしようと思ったらあまりにも知らなすぎて言葉も添えられないというか、でもそこで知っていくことでその言葉も知っていってっていうところで理解していく、少しずつ細部が見えてくるっていうのは、だそれはもしかしたら最初に龍一くんが言ってた自分のその見た感じを観客にも伝えたいっていうところはもしかしたら同じつながる感覚でもあるのかなっていうのは今聞いてて思いましたね、うん、でもそこにおいて写真はなんか言葉がないからこそのなんか分からなさがちょうど入ってるから、うん、なんかこれを言葉に全部しようと思ったらそれは写真でもやる必要もないようなことでもあって、だそういう意味でもなんかすごく写真的なものを見せてもらったなっていうのを感じたんですよね今回、うん、ね、絵だとやっぱりよく見ないと描けないですもんね、
でも今度写真は今度手軽に撮れるからこそ、うん、なんかさっき僕はその見る側として、うん、お前になんか分かってたまるかっていう風なイメージに言われたっていう風に言ったけど、うん、それなんか撮る人にとっても同じ立場でもあって、なんかシャッター切れ簡単に切れるからこそなんか撮ったつもりになれないという か、うん、だかその連続でもあるんじゃないかなっていうのはすごく感じるんですよね。なんかそれが何なのかを理解したらもう撮る必要ないようなことをやってんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。いやね、僕はねそれなんかね、うん、でもね思うんすよなんかね、あーまあでもなんかわからんな、言って言って言って、いやいや、もしそれを理解できたなら撮る必要がないのかっていうのは結構なんかその悩んでるところで、もうそもそもなんか理解できないわけなんだけど、自分以外のこと、まあ、自分ですらもそもそも理解できないから、まあ、だから撮れるのか。それこそ深津さんが自分家の風呂の中でブクブク撮ってた時は、うん、毎回もうどう映るか分かんないから、これはもう正しくてしょうがないと。そうで、あの人1日3回風呂沸かしてさ撮ってたわけですよ、自分家で一人でね潜って。でも1ヶ月続けるともう大体どうやって撮ればどう映るか分かっちゃうと、うん、でもこれもう分かってしまえばおしまいよってことで丸1ヶ月でね、うん、終えてるんだよね。なんかそれってすごいあの写真家っぽいなって思って、なんかもう分かっちゃったらもういいじゃんみたいな、もう次行こうぜみたいなところがあるから、でなんか一つのシリーズとかもやっぱなんか踏ん切りつくっていうのは、何かその腑に落ちちゃったらもうなんか一つ終わるのかなっていうのは、ね、でも本当は腑に落ちることってないはずなのにねそう、まあ究極にはねいやだからね、そこをねやっぱね行きたい、やっぱり、うん、なんかねそもそもわからないはずなのに、そのやっぱりどこかで分かったつもりになって、まあ飽きるっていうのがいいのかもしれないな。本当は分かってないのになんかそこから離れるっていうか、それをでももっと超えたところに何かないのかなって、あるはずだよね。でもね、でもなんか似たようなことを大橋仁さん昔言ってたわ、それあのそこに座ろうと思うっていう本の時に、あの人間っていうのはもうクズだと、うん、みんな分かったつもりになってるけど何も分かってねえよって言ってたよねなんかそこに今なんかね不思議とつながったところを感じたな、うん、やっぱ写真がやっぱその伝わりにくいっていうか誤解されることもあって、だそういう意味では今回の作品っていうのはパッと見でなんかあんまりそんな考えなければ悪趣味な写真に見えるかもしれない、もしかしたら。でもさ、でもこの写真はさ、でも内臓を見せることが本来の目的じゃないのかなっていうことも感じたわけですよ。っていう時にあの今回龍一くんのこの写真見せてもらって思い出したのが、ニューヨーク出身のアーティストでアンドレ・セラーノっていう人がいて、僕すごい好きな人で、あのすっごいキリスト教徒のすっごい厳しいところに育った人なんだけど、代表作っていうか最初の作品がピス・キリストっていう作品で、貯水槽に自分のおしっこを溜めてその中にキリストを埋めてその状況を撮ってるのね。でそれが写真で見るとすごい綺麗なわけよ、もう黄色いね液体の中で、でもなんか神秘的な空間なんだけど、それはそのセラーノ自身の正面なんだよね。だそれがもう大批判食らって作品を壊されるわ、もうめちゃくちゃなんだけど、そういう作品をずっと作ってる人 で俺一番好きなのがあのシットっていう作品で、そういううんこって意味なんだけど、あの動物のうんちをクローズアップで撮って、それをなんか2メートルぐらいに大きく引き伸ばして展示してするってやつで、でなんかそこは多分彼にとってはなんかその分かんない、そのうんこに何か神を見たのかもしれないけど、すごく美しく撮られたわけね。チョコレートアイスクリームにも見えるし、でもなんかそれが、ね、美味しそうに見えるっていうのは危ねえなと思っちゃうんだけど、でもなんかそういう風なものがあって、だから撮る人にとってはなんかそこにたどり着くまでの絶対過程があって、でそこであこれだみたいな、なんか交差する瞬間がなんかそのシャッターを切る瞬間なのかなってことも、まあでもそれ悩んでってところで撮るのかもしれないけども、なんかでもそういうのは見る人にはやっぱ伝わらないから、なんかすごい冷たい写真っていう物としてボンって出された時に何を感じれるかなっていうことをなんか問われてる気がするんですよね。だから今回のもなんか内臓を撮ってるんだけど、だから多分龍一くんがなんかここで 見ようとしてたのは内臓じゃないものなのか、でもやっぱ内臓なのかなこれは。いやなんかね、それ今そう話聞いて思ったのは、シットもやっぱうんこをもう見たんですよね、本当のうんこ本当のうんこ、なるほど。みんなが見てたうんこが
先入観っていうか文化的なうんこだったはずで、そのうんこそのものを見たんじゃないかなって今。なるほど。僕もなんかうんこの一部しか 見られていなかったのの、もう別の面のうんこを 見つけたっていうか、その人は。だからそのものをどれだけ知ることができるかっていうのはもうやっぱないと、まあ、どこまでも突き詰められたらいいなとは思うんだけど、じゃあそこにおいてはさ、やっぱ写真っていうメディアはそこにおいて相性がいいよね。あの、一瞬間を切り取るからこそってところで、なんか映像だったらもうなんか通り過ぎちゃうし、普段日常にあったらもう観察しないものを写真でボンと目の前に置かれて、さあ見てくださいって、でそこで見ざるを得ない環境になって感じることっていうのは確かにあるなっていうのを感じるんですよね、うん。そこにおいては写真のその植物性というか、物としてボンってその写ったものを見せるっていうのは、その本物のうんこっていうのにつながるかもしれないし、今回のその内臓っていうのも、もしかしたらその植物的にこれが目の前に見えたらどういうふうに見えるか、それが具体的に見えてこなかったらそのことをいかに知らないかっていうことでもあって、だそれこそ料理人が見たらすごく詳細に見えるかもしれないし、ね、山に入っている人にとっても、だからその経験値、見る人の経験値でも全然見え方が変わる写真ってことにもなりますね。ね、なんか本当になんかグロテスクに見えるってどういうことだろうってやっぱ思うんですよね。でも社会が綺麗事にまとまっちゃってるからなかなか難しいよね、そこ。ね、まあね、僕はなんかね、なんか変な言葉っていうか、あんま好きな言葉ではないんだけど、綺麗とかじゃなくてなんか美しいこういうことなんじゃないかなとかってやっぱ思うんですよ。この内臓を見てて、なんかグロテスクって言えばグロテスクだし、もっとなんか複雑な感情、なんかその綺麗っていうことよりもそれがなんか美しいっていうことなんじゃないかなって、それってやっぱ内臓なんじゃないかなって今思ってて、その臭いしなんかちょっと怖いし、でもなんか惹かれてしまうっていうか、そのさ、価値観というかその考えに至るまでにもやっぱ写真を見るだけではなんていうの、得られないやっぱ知覚があるわけじゃん。ゆうち君がさ何年もかけて見てきて、実際触れてみるっていうのはやっぱ大きいし、匂い嗅いでみるのも大きいし、だそこが写真で見せられるとなかなか見る人にも伝わりにくい部分は絶対あるなっていうのを思うんですよね。僕はなんかそこは撮ってる人のそのたどり着いた感覚と見る人がそれをなんか決して理解する必要はないなって思っていて、なんかそのズレがあるからこそなんか違和感を感じさせると思うんですよね。なんでこの人こんなに夢中でこの写真撮ってたんだろうっていうのは、なんかパッと見だけでは絶対に分からないけど、なんかその前後の写真を見ていくとか、見る側としての体験として、その追体験というかいろんな作品見ることで、あ、なるほど、ここにたどり着いたのはこういうことだったのかなっていうこともなんか感じられることもあるかもしれないなっていうのを思うんだけど、でもそう言われると分かったつもりになるなよって言いたくなるところなのかな。俺だってっていうか、俺もその見た時にやっぱり何なのか分からなかったけど、何かが引っかかってそれを見たっていう感覚は、俺はなんか誰でもにでも共通してる感覚だったと思ってて、ただそれをなんか今回チャンスがあってそこをなんか見続けることができたっていうか、そういう機会があったっていうことなんじゃないかな。でもきっかけのその感覚っていうのは多分そんなに他の人と変わらない。そうなのかな。いや、俺の感じで、俺はもう現場に一切行ってないから、写真を見せられた時に、あの、多分天井を見た人たちも少なからず感じた気持ち悪さとか不気味さ、その正体は俺なんかこの写ってるイメージっていうよりは、イメージが出されて、でもそこから匂いとかそういうものもないからこそ不気味に感じるっていうところもあるんじゃないかなっていうのを思うんだよね、うん、ないからこそ情報が、うん、なんか絶対に臭いはずだし近寄りたくないものなんだけど、イメージとして出されるとなんか近寄って見れちゃうみたいな、その気持ち悪さもあるなっていうのを今回見てて思ったんですよね。そこは多分現場とは全く違う感覚として、なんかこれを見せてもらうからこそなんか感じられるそのギャップはあるんじゃないかなっていうのを思うんですよね、うん、まあまあまあ、それはちょっと答えが出るところじゃないからあれなんだけど、でもやっぱなんていうのかな、何度か今日話してきたその龍一くんのパッと自分が感じたものをイメージにできるっていうのはなんか誰でもできることじゃないなっていうのをすごく感じてて、
やっぱ写真撮る人の作品見ていくと、自分っていうものを意識したなんかフィルタリングっていうのがある気がしてて、分かんないよ、でも石川隆一ってフィルターはあるかもしれないけど、僕はなんか隆一君の写真はそういうものが少ないのかなっていうところの面白さがあるなっていうのを感じるんですよ。っていう時に、まあこじつけかもしれないけど、それこそ武闘家に支持してたわけじゃないですか。でその前はボクシングやってたわけじゃないです か, だから写真をただ撮るっていう、その視覚だけではないその身体性をやっぱ持ってるっていうところから始まっているわけだと思うんですよね。マニマルっていうか、マニマルっていうのはマンとアニマルを合体させた言葉で、人間動物的なところそういうのをなんか感じるんだよね、隆一君の場合ね。だその視点を素直に見せてくれるから、何なんだこれはって思うんだけど、それをなんか考えさせられる、考えたくなるような写真をなんか撮ってるなっていうところで、だすごく写真との相性がいい人だなっていうのを思うんですよね。写真ってそうじゃないかなっていうか、写真の得意な部分ってやっぱイメージを形にするんじゃなくて、自分の持ってないイメージを見つけるっていうか、探すっていうか、引っ張り出す、この世界から自分の想像を超えた世界をなんか引っ張り出すのが、なんか写真が得意なことなのかなって思ったりするんですよ。だからそういう意味ではなんかもう自分は崩れていくしかないんですよどういう意味？自分が持ってるイメージをどんどん崩す。石川隆一っていうフィルターがないっていうことはないはずはなくて、写真があればそれをなんか崩せるっていうか、自分を外に連れていけるっていうか、世界の方に引っ張り出してくれるっていうか、確かにその点は隆一君の場合だと、最初はフォトグラムとか合成っていうところをやってたっていうところから外に出るっていうところをやったわけだもんね、そこに引っ張り出してくれたのが写真だった。だからね、そう、もちろんそこには葛藤があって、自分をね、本当に失ったらただの狂人でしかないから、まあ、そうはなりたくないけど、そういうふうになんか写真はなんかそういうふうになんか自分を広げられるっていうか、知らないものを教えてくれたりとか、それってわからないけど、なんか俺が写真の好きなところかな。俺最近深瀬さんの写真を見ていく中で一つ感じたこととして、あの人って究極なエゴイストだっていうふうにずっと言われてきて、それこそ私写真論、私写真っていうジャンルで捉えられてきたけど、俺なんかそれになんか最近疑問を感じてて、なんかアーティストだったら大なり小なり自分ってものはもう必ずフィルターとして入って、そこから出すものっていうところがキンダーアートでもあるわけだけど、そこで私っていうのをテーマにしてしまったら、なんか なんだろうそれってもう当然みたいなところが感じてて、私写真っていうジャンルでは捉えられない深瀬さんはいるはずだってずっと思ってたんだけど、そこでなんかサスケ、今度ね5月にサスケで出すんだけど、そうでサスケをね考えてた時に、俺がすごい好きな言葉があって、深瀬さんの言葉で、僕は見目麗しいただ可愛い猫を撮ったわけじゃなくて、彼らの目に自分自身を映しながらその愛おしさを撮りたかったっていう風に書いてて、それすごい好きな言葉なのね。でそれってなんか考えてた時に、彼らを鏡としてセルフポートレートとして撮ることでもなくて、なんていうの、自分と被写体が重なり合った瞬間に、なんか自分でも相手でもないようなものとして写真が現れていたんじゃないかなっていうことを考えさせられたのね。っていう時にいろいろ調べてったら、視覚身分っていう言葉があって、でそれが1911年に、西田喜太郎っていう人が日本の哲学者でいたんだけど、その人が唱えた言葉 でその視覚身分、私もあなたも混じってその分離していない時間っていうのがあると。でそれはどういうことかっていうと、何かを体験する、例えば花を見て綺麗だなと思う、その前に実は私とその花が融合するというか、でそこで離れた時に綺麗だなっていうことを感じるんだけど、僕たちはなんかその感覚、それは西洋の私がいるからな、我なんとかあるでしょ、なんか自分っていうものを下に考える、そうそれあるでしょ、その前に僕らは融合する瞬間があるっていうことを言ってて、でそれを純粋経験っていうふうに言ってるんだけど、なんかその純粋経験ってすごい写真であるんじゃないかなっていうのを思うんだよね。なんかその感覚はなんか日本人っていう言い方で分かんないけど、なんかアジアの流れっていうのは
持ってるのかなっていうのを感じたんだよね。私が感じたからこれを撮りましたっていうことだけではなくて、何か被写体もからも見られている、その見る見られる関係が成り立って写真が生まれている。もしかしたらこの内臓たちっていうのが、もしかしたら龍一君を見つめていた、その時に自分も見つめた時に何だろう、重なり合う瞬間みたいな。なんかうまくまとめようとしてるな。いやいやいや、これだってずっと考えてたことだから俺ね。だからその日本の文化っていうか、その宗教、禅とかのことですよね。だから自然があってその人間がいるっていうことと、ヨーロッパの、 その人間の手で自然をコントロールしようとしてきた歴史と、その自然とともにあるっていう人間、日本のっていうか、その仏教的なそういう禅的な考え方のことってことだ。なるほどね。それを命の内側に重ねる。いや、重ねるってわけじゃないんだけど、なんていうのかな。で、なんかさっきそれをね、話聞いてて、それをね、思い出したんだよね。うまいな。でいいじゃん別に。だから俺がなんか文章だ、ステートメントっていうか、その最後に添えてた文章で意識して読んでたこととしては、ただ撮るっていうだけじゃなくて、やっぱ触れようとしたりとか、なんかその触覚で自分で取り込むっていうことをやったわけじゃん。食べるっていうこともやってるわけじゃん。だその感じは、ただ自分が私とあなたではなくて、自分の中に取り込んでみてっていう感じは、なんかすごい視覚身分っぽいなっていうことを感じたんだよね。だから決してこれで終わるわけでもないっていうのもすごくわかるし、だから そこの次に何が出てくるんだろうっていう伸びしろもすごく感じさせられて、めちゃくちゃ期待しちゃうけどね、こんなの出されちゃうと。もう何も出ないでしょ。いや出るんだって、これがまた。ちゃんと出てきますから。俺だって YouTube こんなのもう10本ぐらい撮ったらもうネタなくなるよと思ったけど、やっぱ続けていくといろいろ出てくるからさ。ああなるほどね。だから龍一君もずっとそうやって写真撮ってきたわけじゃん。だ決してなんか単純にこれで山をさらに掘っていくっていうだけでもなく、なんか違う形に変わっていくかもしれないし、だから例えば辰木さんの場合それでさ、東北入ったけどそこから縄文時代飛んじゃったわけじゃん。そういうタイムスリップもあるかもしれないしね。やばいところ行きましたよ。そう、でもなんか縄文時代とかも考えると、あの土器にさ、火をモチーフとして扱えたっていうのはやっぱすごいことだなって思うんだよね。形ないものなのに、でもそれやっぱ見るっていう行為を通じて火ってものをさ形にしたわけじゃん。だそれはなんか人間のなんか原点的なところとしてあるなと思うし、ずっとさ見るっていうことに対する龍一君の話を聞いてて、なんかそんなこともね考えさせられた。なんかあんまりなんか言葉にはしようとしないところあるよね、なんかあえて。え、俺なんか、うん、なんかこれはこうだみたいな話はあんましないよね、意図的に。いやいや、分からなくなるんですよ。これはこうだが止まれないんですよ、俺。なんか分からなくなるんですよ。どんどんなんか、これはこうなんじゃないか、こうなんじゃないか、いやでもこうかな、みたいな感じでなってしまって、なんか、ダメなんですよ。そういう人は多分死ぬまで写真やってるからいいんじゃないですか。多分飽きないから、多分その方が。なんか呪われてるみたいな感じ。いやいや違うと思う。全然ありだと思う、そこは。で、これはでもシリーズとしてはこれで一回形になったっていうことでの出版であったり展示だったんですか？そうですね。そうだって、もう想像ができないもん、こういうこの現場がどれだけ辛いのかっていう。だこの文章の中でもめちゃくちゃ辛かったって書いてあったから、もうそれはなんかその一言よりもそのイメージがすごく伝えてくれた。辛さがちょっと変わって、初めは山に入って、その状況っていうか、この自分に起こること、山を歩き続けることとか、その足を怪我する例えばねこととか、環境が悪いところ歩くっていうか、そういうことが辛かったんだけど、なんかそういうのはちょっと慣れてきてっていうか、麻痺してきたのかな。なんかまあもう自然の中にいたら、それはもうダメな時はダメだって思うようになってきたところがあって、でもその中でなんか食べてることと向き合い続けるものもなかなか辛いなって、はそういうのが最近は、殺して食べてるっていうことが結構辛い。なんでこんなことしないといけないんだろうみたいな、まあ、写真を撮ること以前の問題っていうか、なんかどうしたらいいのかなって思うよね。まあどうしようもないんだろうって思うんだけど、でまあ その問いはたどり着くのはベジタリアン的なところになっちゃうじゃん。肉が食べなくなっちゃうみたいな。
内臓と血とかがつながってくるっていうところでも、動物を食べないっていうことではやっぱそれはなんか解決しない。じゃあ草も食べんないわってなるからさまあ土ぐらいならね、また体だからそのまんま出ていきそうだからいいのかもしれないけど栄養にはなんだよね今の話踏まえてだと、ちょっと質問としてはどうなのか分かんないけど、その取る過程で今回やっぱ一つ一つを食べてきたわけじゃないですか、うんうん、でその中で一番印象に残ってるものってどれだったんだろう。その鹿の胎児を見た時、僕は そこまでイメージがやっぱ始めできなくて、そのメスの鹿を取った時にそのメスの鹿一頭しか見えてなかったんです。でそのメスの鹿一頭の命を止めた。それでそれを食べてとか服部さんは山を歩けるっていうぐらいのそれまではイメージしかなくて、でもそこからその胎児が出てきた時に、あ、なんか本当にそのつながりをなんか断ったんだなっていうのが結構衝撃的。それを写真に撮っていいのかっていうか、いうことは結構ね怖かった。それと向き合うの、簡単に言えば怖かった。なんかそれを撮るっていうことを、それと撮るってことはやっぱ向き合うがないといけないっていうか、っていうことだと思って。でも実際にやっぱりどこかのつながりを自分の手で止めて自分がつながっていくっていうことはなんか本当のことだし、あと聞いてます今でも。あれ猿は食べれるものなの日本で。うん、一応やっぱ食べれないことはない、まあ、駆除されたものだから。で駆除されたもので基本的にはなんか捨てられる。やっぱ鹿とかイノシシも本当になんかなんていうかな、農家のおじいちゃんおばあちゃんとかはね、自分たちのもう生計を立てるために一生懸命耕した畑一発でもボッコボコにされるから本当にね、農家の人の怒りっていうかはマジでやばいらしくて、マジで殺せあいつらって思ってるみたいなんですよ。なんか俺とかみたいな、なんか本当になんか生ぬるいような同情っていうか、その勝手な思い込みみたいなのはやっぱ農家の人たちにはなくて、もう本当に自分たちの生活かかってるから早く殺せみたいな感じは憎くて仕方ないみたいな。まあまあでももちろんね、そういう人たちの方が自然の中で生活してて、俺とかよりはね、なんかリアルなんだけど、自分が生きるか相手が生きるかっていうことを中でやってるから、だから動物を殺してほしいっていうことをなんか一概になんかその感覚を否定はできなく。そういう意味ではやっぱりリュウチ君の今回の写真っていうのは、なんていうかな、ある種現代的な僕らの視点というか価値観でもあるわけじゃないですか。もう自然と離れすぎているからこそ、それと向き合った時に感じた恐怖とかいろんな感情があって、でそこで改めて感じた、あの食べていいんだろうかとかいう疑問で、もしかしたら100年前の人たちにとっては身近なところにあったものかもしれないし、だから今の時代だから撮れる写真にもなってたんじゃないかなっていうのを思うんですよね。だからそういう意味でも山の中っていう時代性を感じさせない写真を撮ってるんだけど、やっぱおのずとやっぱ時代性をはらむなっていうのを感じたんだよね今聞いてて、うん、今の時代っていうのは確実に今の30代のリュウチ君の視点っていうのは必ず入るなっていうのを聞いてて思ったな、うん、そうですね。なんか本当にどれだけ自分のフィルターを外そうとしてもやっぱどこかで残りますよね。まあ、写真とかなんかその表現っていうか、なんかその人から出てくるものって完全にその人が不在にはならないっていうか、なんかそこが僕は面白いなって思ってて、だからこそギリギリのところまでそれを省きたいっていうか、フィルターぶっ壊で、そこはさ、舞踏で挑んでたことにも近かったりするのかな、全然わかんないんだけど、どういうことやってたのかは。なんか体を動かすっていうところで、うん、なんか自分じゃないというか、なんかパフォーマンスってやっぱその自分っていうのもやっぱ考えざるを得ないものでもあるのかなって今聞いてて思ったんだよね。うん、まあ舞踏もやっぱそういうところはあったっていうか、まあその時やっぱ言われた中で自分の中でも今大切だなっていうか、繋がってるなって思うのは、やっぱお前何様だよみたいなこと言われて、しょっちゅう言われてて、お前は別に何者でもないんだよ、空っぽになって器に ならなきゃいけないっていうふうには言われて、うんうんうん、
そんなお前が持ってるなんか経験とか石なんてもうこんな世界の中からしたら何の価値もないぐらいのこと言われて、だからそんなのもう捨ててなんか器になれみたいなことは言われてて、へー、もしかするとそういうところも自分の中にあるのかもしれないし、同時にやっぱそのリューグラフとかやってた時に自分の限界を感じたっていう、想像力、自分がイメージできる世界の限界を感じ て、それがくだらないって思ってしまったところもあったから、分かった気にならないで本当に深めようとしたらやっぱ向こう側まで行ってしまうっていうか、そうそう、でもその向こう側が見てみたいってやっぱ思うじゃないですか。でもその一歩は怖いみたいな。でももう本当に向こう側に行ったらやっぱね、やっぱ本当に深津さんもそうだと思う、強靭になってしまう。そう、帰ってこれなくなっちゃうから、帰ってこれなくなるんですよ、だから、うん、それギリギリを攻めるところ。確かにな。その空っぽにするっていうのは、俺がなんか勝手に見た視点としてはすごく今まで感じてたことで、そのポートレートがすごくね、なんて言うんだろう、空っぽなのね、写真として見た時に。でそれって撮る人がいて、さっきの見る見られるの関係でもあって、撮る人が撮られる人にもなんかアクションとしてぶつけるから、リアクションとしてなんかモデルたちは、その被写体になった人たちはなんかそれを顔とか表情とか動きとかで出す気がするんだけど、龍一くんの場合はそういうリアクションが写真から感じられないことが多いなと思ったのよ。龍一くん側が何かぶつけるっていうことをなんかしてないようなポートレートだなっていう前から気になってたんだけど、それはなんかそのさっきの空っぽっていう感じだ、その写真を撮る前に学んでたことがやっぱなんか反映されてるのかなって今感じました。うん、ただなんかこれはもう僕の弱さでしかないんだけど、まあ、弱さなのかな、なんかどれだけ空っぽにしようと思っても多分人は空っぽになれないと思ってて、そこになんか自分がちょっと残ってたらいいな、嬉しいな、うん、なるほどね、っていう、そのなんかそれは弱さですね、俺も本気で崩しにかからないといけないかもしれない。だから帰ってこえなくなっちゃうから。だからギリギリでいいんです。うん、なるほどね。でもさっきのその今回感じたこととして、その内臓とか死骸があって、でそれと木とか水とか川とかが並列に感じたっていうのは、今までのリュウチ君のポートレート見せても感じたことでもあって、なんかなんていうのかな、いろんな人を撮ってるんだけど一貫してなんかつながる感じっていうのは確かに ずっと感じてたのね、ポートレート見せても。なんかそのなんかいでたちが派手な人とか、ね、怖い人たちが写ってたとしても、その人たちがふとなんか素に戻るでもないんだけど、なんかなんていうの、社会におけるさ、いろんなさ、それぞれのパフォーマンスしてるわけじゃん。俺例えばもう単純に僕らは男だっていうのを演じてるわけだし、なんか社会にいて何かアクションをぶつけられるとリアクションとして自分をパフォーマンスしたりする。でもそのパフォーマンス性をなんかふと消えた瞬間というか、そういうのは龍一くんのポートレートで感じてたんだよね。ね、うん、なんかね、それはやっぱ本当に写真の話だなって思うのは、やっぱりなんか撮ってる人、その写ってる人がやっぱそこでつながってるのかもしれないなって、要するに、ね、僕がそこに写り込んでる部分でもあるだろうし、それはもう僕が選んでる写真を撮るっていう段階でも、セレクトするっていう段階でも、僕らはそこをやっぱり選んでしまうっていうことはあるんだろうな、まあ、でも選ばないっていうことができないんだよね、写真。難しいね、写真を言葉で話すって。まあなんか多分できるだけなんかいろんな方向から考えたいって思ってるから、さ多分写真とか構成にもそういうところが出てくるのかもしれないですよね、一つの流れっていうか。これ難しいですよね、だって言葉だからさ、その言葉ってもうこれもうバカだからさ、そんなことも言ってしまうんだけど、恥を覚悟で言うんだけど、その言葉のなんかその広がりっていうか、文字のその広がりがなんか、でもどう言えばいいのかな、文字は縦と横と前と後ろに広がってんのかな、でもやっぱなんか文字は一つの方向に進んでって文章になるわけじゃないですかね。でも写真は面で見てるって、そもそも一つの絵の中にいろんなものが詰まってるから、言葉よりももっといろんな方向に流れが広がってるわけじゃないですか、簡単に言えば。
まあ、極端な話、言葉がないからこそなんか無限なものが出てくるわけだから、あと映り込んでしまうとか、うん、なんか全てをこれだっていう風に撮ったら、もうこれコップだけを撮ったらもうコップの写真でしかないけど、そう、でもねコップまた覆すが好きなんだろう話をこじらせるんですよ、ね、こじらせる、すぐこじらせる、もう進まないからいやいや、もうだってさ、だってトモさんとさ話してるのがさ楽しいからね、やっぱね話を切りたくないですよね、単純に酔っ払いと一緒なんですもう今飲んでるもんね今ね、いや飲んでないです、飲んでないです、あ飲んでないの今、あそうなの、アルコールじゃないんだ今、アルコールじゃないです、ただの炭酸水です。で本はどうなんですか、完成はいつなんですか。完成はねもう間近ですよ、あと1週間ぐらいでは届いてほしいなと思ってます。あ、会期中にじゃあ出来上がるようにしてるってこと。うん、会期中には出来上がるようにします。じゃあ一番最初に手に入れられる場所は会場っていうこと。うん、そうですね。なるほど。なんか結構重い本になるんでしょ、4キロぐらいとか。そう、 4.3 キロっつってたかな。でもちゃんと本の形なの。いや、あのポートフォリオですね。え、でもプリントってわけではない。うん、プリントではなくて一応印刷なんだけど、ほぼもうプリントに近い状態です。一応なんかこう 見開きになってて、なんか一枚一枚ちょっと大切にしたんですあ、見開きなんだけど一枚が載ってると。で、そうそうそう、写ってるものを一つ一つとなんか対面してほしいなっていうのがあって、だから手に取って一つ一つ見れるようになんかしたいっていうことが、まあ、僕もあったし、姫野さんも光さんもそういう風に感じてくれて、点数としては51点なんですけど、時間かかると思う、見るのは一つを取って開いてまた閉じてっていう感じになるから、でもその時間が結構なんか大切だなと思って、うん、この作品の中でっていうか、会場とかで買ったら、会場とかで買わなくてもまあトートバッグに入ってるから、そうちょっと 重いし持ちづらい、閉じられてないからトートバッグに入れてなんか持ち歩きし、あのどこにでもなんか遠足とかに持ってってなんかみんなで見たらいいんじゃないですかちょっとね、会期がもうギリギリだからちょっと頑張ってこの数日でちょっとすいません、 なんかこじらせてしまって超こじらせてたよこれじゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ということでお届けしました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、石川隆一くんの展示、4月18日まで渋谷宮下公園のねサイギャラリーという場所で展示やってます。命の内側展、話の中で隆一くんが言っていたように、ポートフォリオセットね、ポートフォリオですね、赤々社からのポートフォリオ、命の内側ね販売されますということでね、会場でお求めできるんじゃないかというふうに思うんで、ぜひね皆さん見ていただいて、もう実物をね手に取るってところから検討すればいいんじゃないかなというふうに思います。お値段もね1万3000円から今でもね予約価格ということで、もう税抜きですね、あの税抜き1万3000円で購入できるそうなんで、ぜひね気になった方、赤々社の方からお買い求めください。あの僕の方ではね Amazon のリンクとかありませんからね、あの気になった方が赤々社のホームページに訪れてもらって買うとね、それでいいんじゃないかなというふうに思います。あとね、赤々社の方はあの1冊買うともう1冊みたいなねキャンペーンやってるんですよね。めちゃくちゃ太っ腹ですよね。あの赤々社のホームページで買えば1冊ねつけてくれるんですね。あのこの人はこういった本がいいんじゃないかということでプラス1ですよね。ぜひね、石川隆一くんの命の内側サイギャラリーでぜひね実物をご覧ください。今日の対談にしてもあの延々と話聞きましたよね。だそういった話をどれだけ聞いて もう一枚のイメージを見るっていうことのねこの圧倒的さでも、その写真を見るだけでは感じられないこともあるから、いろんなねその会話、今回みたいなね対談みたいなことで、何かね感じられることもあるとは思うんだけども、それを踏まえてイメージを見てみると、あこういうことかみたいなことがねもうすぐ分かるわけですよ。だから展示ぜひね行ってください。まあ、やっぱ作品の真髄は展示にあると。でそれをね自宅で見ることができるって形で本とか今回のねポートフォリオっていう形だと思うんですよね。そういった感じでね、ぜひ会期中ですから、もうこれやっぱ展示っていうのはやっぱ会期中に見なければ意味がないと思うんでね、ぜひ4月18日まで訪れてください。はい、ということでね、今回の動画は大変長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございます。それではまた。